大橋歯とは、長江派と木派とか大橋歯と族に分類される、蝶類。本種のみで大橋歯と族を構成する。サモア全長31から38センチメートル。頭部や頸部、下面は、光沢のある緑黒色。背や翼、尾葉は、赤かつ色。目の周囲には、羽毛がなく、赤い皮膚が露出する。交彩は褐色。しは太く、上しの先端は、 針状に尖る。下くちばしの側面には、切れ込みが2つ、突起が3つある。くちばしの色彩は黄色で、基部は赤い。講子は長く、色彩は赤い。幼鳥は、体上面の羽衣や、右腹が黒く、羽毛の外縁が、赤葛色。くちばしの色彩が黒ずむ。標高300から1400メートルにある、熱帯雨林やその林園に生息する。 ニガカ州やバナナ類などの果実、マホガニー類の種子などを食べる。樹上で採食を行う。繁殖様式は卵生。樹上に皿状の巣を作り、卵を産む。もともとは地表で映像していたが、外来種による食害を避けるために木の上に映像するようになったとされる。森林伐採による生息地の破壊、狩猟、人為的に移入された猫やネズミによる捕食などにより、 生息数は激減している。1990から1991年の大規模なサイクロンにより本種の生息地の大部分が消失している。法的に保護の対象とされ、サモアでは自然保護を象徴するシンボルに選ばれている。1980年代半ばにおける生息数は4800から7200羽と推定されている。 1990年代には大規模なサイクロンにより生息数が2500波未満まで激減したと推定されている。ありがとうございます。